風景写真家の萩原志郎ですこの作品は om 1で撮影したものです場所は、えー 裏のとというところですね暗いうちから桧原湖に入って赤い光を待ったんですがちょっとね赤い光が弱かったんですねでも白い白にこう毛荒らしが強くなってきて非常に美しい風景になりました時間は6時45分くらいの撮影だったんですけれども非常にね強い毛荒らしが立ってくれました。で光のの具合も非常に良かったので 少し、ね、カメラをアンダーメンの露出にして撮影することによって光を少し強く表現してシルエットとともに表現したものです。